はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、前陣との撮影会ということで、そろそろね、10月なりまして、真夏の気温下がってきました。ですので今日は思い切って外撮影ということで、横浜中華街で食べ歩きをしていこうと思います。ということでお願いします。よろしくお願いします。お願いします。でもちろんですね、ちょっとこう1台だけですと手ぶれしたりとか使えない映像出てくるかもしれませんので、僕もですね、こちら持って撮影挑みたいと思います。どうしようか。今日何も決めてないよね、基本的に。ノープランです。ノープラン。一応ね、普通の方だったら1万円企画ですとか、横浜中華街で有名なものを食べ尽くすみたいなことやると思うんですけれども、もう本当に今日はぶらり旅ということで、気ままにね、お店探して食べたいところを突入していこうかなと思っております。じゃあ早速食べに行こうか。行きましょうか。はい、じゃあひとまずご飯食べたいけど、今日毎日は何も食べてないでしょ。今日はもう何も食べてないです。何も食べてないよ、ね、朝から集合だったんで。OKOK。 俺ももちろん食べてないから、結構ね、がっつりとしたもんいけたらなとは思ってんだけど、希望としては何食べたい？揚げ物？ご飯物？麺物？台湾のチキンのやつ。台湾のチキンだとダージーパイか。それです。でも早速あるけどね、早速言うてる台湾から揚げありますけれども、まあ、でもなんかこのダージーパイもさ、いろんな有名なお店とかだってもう至る所にあるから、ちょっと有名なところ探したくない？一回。そうですね、せっかくなら。でもちろんね、今日は中華街食べ歩きということで、さすがに僕も酒を飲まなきゃいけないなとということで、普段はね、あの機材があって自分で運転しますので、基本的にはお酒飲めないんですけど、今日は毎日運転でね、横浜来てますんで。いやー、そうですね、初めてじゃないですか。初めてよ。俺だっていつぶりだ、人の助手席乗ったの数年ぶりよなんかすごい新鮮でしたね。そう、毎日の運転しっかりうまかったんだけど、やっぱ慣れないからずっとドキドキしてた。そうなんですか。そう、ちょっと今だいぶ歩いてきたけど、やっぱね、学生さんとかが多いので、一回裏道行こうということで。中華街来てない方は知らないと思うんだけど、これイメージ通りだよね。いや、これがあの中華街のすごいザ中華街みたいな。いや、本当はそのストリートなんだけど、俺なんかもよくさ、こう台湾とか行ってたから、いわゆるこの俺が知ってる台湾とか中国の感じなのよね。これもいいっすよね、テンション上がる。いいっすよ。そう、あ、美味しそう違うよ、これが手相、人気ですよ。手相。はい、今やったらすぐ案内できます。500円です。ちょっとじゃあ一回お腹空いたんで、ご飯食べてからじゃあまた来ます。はい、ありがとうございます。日本の国で結構食べ歩きすると、ご警戒されてね、厳しいこと多いじゃん。そうですね。でも中華街の店員さんたちはみんなフレンドリーだよね、優しいでもマジで今日平日だけど人すげえ多いね。めちゃくちゃ予想外。いや、めっちゃくちゃ多い。だって学生さんとかも多いしさ、これロケにはやばいね。ちょっとね一番ふさわしくない時あの、もちろんね、ありがたいことに気づいてもらって俺を見てるのもあるんだけど、こんなね、ガチガチカメラを持ってる前チンのが見られてるよねあ、当たった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 。じゃあそろそろ見つけましたよ。もうダージーパイとちゃんとね、中国台湾のビールがあるお店そしたらね、この香港大飯店さんでダージーパイとビール買って食べましょう。前チンいる？ダージーパイだけ。ダージーパイ、あといらない？あとは大丈夫です。すいません、ダージーパイ2つと、あとチンタオビール1つで。はいはい、はい。今とりあえずこれチンタオビールですよ。いいっすね、青島ビールね。お昼からお昼からのおビールでございます。で今ね、これダージーパイ頼んだんだけど、これ見て見て見て、これ揚げたてですよ。これめちゃくちゃ絶対うまいのできるでしょ。じゃあちょっとあの、すいません、できるまで5分ぐらいかかるってことなんで、先にねこれちょっともう待ってませんので、いただいちゃってください。ごめんなさい、運転なのにね。とんでもないです大丈夫です。ちょっと皆さん失礼します。乾杯と。ああ今大丈夫？俺の顔幸せな顔しかしてない。くぅ、あ、来た、上がった、上がった。わぁ、上がったっぽいけど、あの粉がうまいのよね。粉、いいっすね。無限に食える粉っすね、あれは。うわぁ、来ましたよ。ダージーパイ。でかくない？
ちょっと食べようと思うんだけど、前チンのも来てないけどさ、クソ暑いし置けないんだよね。そうっすね。まあちょっと一回俺食べるわ、じゃあ、はい、ちょっとラジーパーいただきます。おっと、サクサク、うまー。あ、これうまい、めっちゃうまいんだけど、やっぱりね、思ってるよりも横浜中華街ですので、いわゆる現地っぽい感じ、八角とかの香りが強い調味料はそこまでね、本場よりも強くないですけど、これうまい、これマジで悪魔的、悪魔的、しかもビールありますからね。ビール、あ、そうよ、ちょっと待って、入って、ほうほうほう、ビール、ビール、うん、足バタバタさせてめっちゃうまあ、まあ、やっぱりさ、中国とか台湾とかの料理って香り強いじゃん。そうですね。でちょっとしょっぱめだし、酒が合う、酒が合う。うまい、あ、俺もあの台湾が大好きで、基本的にはうちの嫁さんも大好きだったから、コロナになる前はね、本当に撮影も兼ねて半年に1回は遅くても行ったぐらい好きだったの。結構行ってますね。でもコロナになってからもう1回も行ってなくて、3年4年ぐらいは行ってないから、この久々のこの現地の風を受けてるというか、もう今もうここに来た時点でもテンション上がってるからさ、まあ、あの門をくぐった瞬間から始まってますよ、ラスカルの旅行。まあ旅行なんです。旅行よ。ちょっとね、この噛んだところで申し訳ないんですけど、これね、揚げ物としてはだいぶでかいんですけど、こう薄いんですよ。めちゃくちゃ叩いて伸ばしてる感じなので、だからこんだけ1枚大きい揚げ物なんですけど、全然重くないですし、ここだったら1枚600円かなとかなので、普通の方がね、お肉に対しては満腹になるほどではないかもしれないけど、衣がやっぱりしっかり多いから、多分普通に1枚でお腹いっぱいになっちゃうと思う。ボリュームすごいですよね。ボリュームすごい、まあ、2人でとか3人で1枚分けるのがちょうどいいのかもね。なるほど、うん、他食べ歩けなくなるからね。確かに普通の方は。うん、じゃあすいません、お待たせしました。マイチンの希望なのにちょっと待たせすぎました。これ食べたかったです。食べたかった、すごい形がハート。いや、でこれちゃんと伸ばしてるから可愛い感じの形になってるね。映えです。ですね。じゃあもう行っちゃってください。いただきます。どっから食べようか。おいしい。もう声になってないんですけど。やっぱさ、これうまいよね。めっちゃジューシーだわ。ね。これ胸肉とは思えない。あー、まあ確かにな、結構ね衣もしっかり多いから、やっぱ油も吸ってるしさ。そうですね、うん、お肉自体こうなんだろう、胸なんだけどパサついてないというか、いい顔してるなお前、今日もありがとうね、その美味しそうな顔。とんでもないです。なんならおごってもらってるんで。人のお金で食べる、人のお金で食べるダージーパイ美味しい。ちょっとね今一緒にね食べようってことで、またね、これチンタを追加しました。マジでうまい。ボリュームすごい。ボリュームすごいね。でも、毎日それ1個食べたら、次食えんの？気づきました？もういらないでしょ。僕今結構食ったなと思ったんですよ。まだ半分以上あるんで。まあ、お腹いっぱいだった時点で、もうカメラマンに消してもらって。まあ、ちょっとドリンク系も飲んでみたいな。うん、うん、うん、うん。もう食い終わっちゃった。さすが。俺食べようか。いいっすか。うん、だって2店舗目とかできれば1個とか食いたいでしょ。いや、だからもう結構危機感を感じる。もう次食えないって。まあでも正直この大きさだったら俺は何枚食えない。ちょっとダージーパイの大食いとかやってみたいね。全然想像つかないけど。確かに気になるっすよね、ちょっと。うん、うん、誰もやってないでしょ。誰もやってない。まあ誰もやらないよね。
何でもそうだけど、美味しいもんは適量が一番だよ。いや、ほんとそうっすよ。うん、ま、じゃあ、そしたらね、これダージーパイラストですね。うん、ということで、1軒目のですね、このダージーパイとチンタオビール完食させていただきました。1回ね、ごちそうさまでした。そしたら、2軒目どうしようか。やっぱね、王道を攻めたいから焼き小籠包とか行く。ということで、今ダージーパイ食べ終わりまして、次のお店を探してるんですけど、やっぱりメジャーどころで言うと焼き小籠包だよね。いや、そうですね。うん、そこ行きたいけど、いやもうマジでさ、店多すぎ多すぎ選べないんだけど、全部なんかすごそうな看板があるみんな多分ここ有名なのかなみたいな、すごい看板だらけだから。プロモーションうまいっすよね。いやマジ決めらんないな。ちょっといい感じの焼き小籠包見つけましたよ。これ多分ワンフーチンだと思うんだけど、その中華街でね、あの小籠包、焼き小籠包が有名なお店なの。うんうんうん、店舗上にワンフーチンって書いてんだけど、下は別の店舗なのね。まあとりあえずメニューにある焼き小籠包とかワンフーチンのやつっぽいから、ちょっとここで一回焼き小籠包買えますか。食べれる？一つにします。一つに、分かりました。でちょっと買ってきます。はい、いらっしゃい。小籠包対決セットの12個入りを1つと、はい、あと胡椒餅を2つ。胡椒餅になってる。じゃあそれで、はい、2690円。はい、持ってきました。おお、焼きと蒸しかで、ちょっと台湾料理なんでね、これ胡椒餅も買ってきました。めちゃくちゃうまそうなんだけど、俺から食べていいもん？あ、もちろんです。じゃあせっかくここのお店だから、やっぱ有名な焼き小籠包からいきますか。いや、これですよ、焼き小籠包。やっぱうまそうなんだけど、これやっぱ割らなきゃダメかな、いけるかな。いや、気をつけてくださいねじゃあいただきます。普段ね、激アツなもん食べてる俺らでも熱い。そうっすよね、ほんと火傷しますよ。あの、俺は食えてるけど、普通の方がやったら多分大火傷すると思う。そうっすよね、うん、すごいな。いや、でも熱いけど美味しいわ、これ。甘い肉汁がじゅわっと染み出てくるし、このね、香ばしさ、やっぱ皮は上もちもちなんだけど、焼いてる部分が香ばしいんで、このね、ちょっとカリサク感も残りつつの肉汁、最高にうまいです。食レポうま食レポうまでもこのカリサク感とさ、いかにこの通常の小籠包が違うかも食べ比べてみますか。はい、こっちが普通の小籠包ですね。まあ、でも見る感じ、焼きよりは肉汁多くなさそうだよね。そうですね。うん、じゃあちょっとこちらもいただきます。はい、あ、うん、厚さは全然こっちのがない。でも肉汁は同レベル出てくる。あ、そうですか。めちゃくちゃ溢れるよ。肉汁入ってるんですね。うん、じゃあちょっと熱くないから、お裾分けする。ちゃんと熱くないから、ほんと熱くないから。ほんとっすよね。うん、おいしい。おいしいよ。熱くない。これめっちゃおいしいよ。ちゃんと熱くなかった。おいしい。ちょっと焼きも行ってみてよ。ちょっと待ってください。焼きが今危ない危ない。絶対無理。焼きもマジで無理。ほらほら、絶対無理。マジ無理マジ無理。本当に無理。肉汁が垂れてる垂れてる。ほらほら。あ、無理。大丈夫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 。ほんとにね、顔真っ赤なんだけど大丈夫？絶対に赤いもん。あの、これがね、普通の反応です皮だけでわかるんですよ、中にいるって。
からなるべく破かないように想像以上に熱くて危険を察知したのね、皮だけで。まあでもそうよね、普通は食えんよね。バグってんですよ、ラスカルさん。バグってるって言うなごめんね、あの動画用に欲しかったからさ。僕もあの口に含んじゃった。動画用でしっかり俺だけ考えながらでも本当に熱かったでしょ。熱かった、熱かった。かわいそうとか思ってほしくあれはあの美味しいと思ったやつじゃあまあそんな裏話も聞きつつ、これ胡椒餅ね、これ胡椒餅っていうやつなんですけど、結構ね台湾では有名なやつ。台湾とかでも夜市って有名なところいっぱいあるんだけど、どこの夜市行ってもこの胡椒餅は基本あるかな。こうお肉と、お野菜かいろいろ入ってるような感じですね。でもこの胡椒餅、さっきのあのダジパイよりはウーシャンフェンというかね、八角の香りはちょっと強めかも。なんか現地っぽい香りがする。じゃあちょっといただきます。まあ、これは俺が食べてた台湾の胡椒餅に比べると皮がちょっと強めで香ばしいかもしれないけど、あんの方はね、まあ、ちょっと甘みもありつつ、やっぱり名前の通りね、胡椒がしっかり効いてるの。でこれが肉汁と合わさるとマジでうまくて、うん、このサイズだったら10個は食えるねうまっ。台湾行った時屋台で絶対食べるんですけど、めちゃくちゃうまい。うん、これ知らない人食ってほしいな。食べてみたいかも。半分だけ欲しいです。一口サイズ食べる。めちゃくちゃいいですね。うん、ごめんなさい、いただきます。ちょっと食べてみて。あ、どう？なるほど、うまいでしょ。初めてでしょ。初めて。絶対こんなの食ったことないと思うんだけど。うまい。でもさっき八角が強いって言ったんですけど、意外にね、このこう嗅いだ時の香りは八角臭するんだけど、食べてみるとそこまで感じないというか、本当に胡椒に対して添える程度ぐらいの香りなんですけど、これめちゃくちゃうまいよね。まあ、こんなん無限に食えるな。うん。じゃあということで注文したですね、こちら焼き小籠包と小籠包、そして胡椒餅も全て完食させていただきました。ごちそうさまでした。じゃあちょっと次行きたいと思うんですけど、あのね、ここのお店から目の前見えるお店の看板がねちょっと気になりすぎまして、あれなんですけど、チャーシューメロンパン見えます。なんぞやっていうちょっとね、カウンター上のメニュー見ると、あのチャーシューメロンパン以外にも肉まん、やっぱ中華街で言ったら食わなきゃいけないものも全部揃ってるから、そうですね、このまんま向こう行って食べますか。食べましょう。はい、たらすいません、はい、肉まんを2つと、はい、チャーシューメロンパンを2ついただきましたよ。いただきました。あの買いすぎてさ、多分持ち帰りだと思われたそれそうですよ、初袋でとりあえず今回肉まんをまず2個で、メロンパンの方が1セット2個いるらしいのよ。それを2個だから4個。え、そうですよ、メロンパン4個で、それ以外にもエッグタルトを買いました。あ、気になった。食べたかったでしょ。はい、どうせ甘いも好きだから食べたいと思ったの。食べたいです。買ってきました。そしたらね、このメロンパンなんですけど、出来たてってことなんでめっちゃ熱々らしいんですよ。ちょっとこれを食べたいなって。いや、表面からめっちゃ熱い。じゃあちょっとこれ割ろうか。ちょっとね、これ一旦メロンパン熱いな、割ろうと思うんですけど、うわ、サクサク、わーすごい、わうわ、とろとろのチャーシュー、ちょっとこれいただきますか。いっちゃってください。うわ、うまそう。甘じょっぱいの究極系だ。甘じょっぱいの究極系。さあ、日本でももちろんその塩バニラとか流行ってるじゃないですか、はい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 、いわゆる塩バニラってバニラの香りだと思うんですけど、はいはい、そうじゃなくて、やっぱこのチャーシューのね、タレのいろんな香辛料の香りもしっかりして、そこにメロンパンのこのサクサクの皮、生地、最高。これは最高。うわ、二口でいきましたね。うん、
激役あるこいさすが出来たて。あのこれに関しては、はい、冗談でも毎日入れない方がいいと思うわ。多分口全部ベロベロになるよ。そうですよね、冗談抜きのやつですね。冗談抜きで。わかりました、普通に食べましょうか。でもなんかさっきそのお店のお姉さん、中国の方だったんだけど、はい、なんか香港名物って書いてたら有名なんですかって聞いたら、結構向こうの方ではメジャーな商品みたい。あ、そうなんですね。うん、なんか結構普通にみんな食べてますみたいな。これチャーシューメロンパンで香港のやつなんですか。香港で定番の商品なので。あー、定番なんですね。美味しそう。この通りじゃあんま見ないですよね。でもそう、この通りだとここぐらい看板見ないよね。看板見ないですね。これはね、うまい。むくわくわくはうまい。いやもう本当にね、この映像じゃ伝わんないのは切ないんだけど、このね、持っただけこの正面の皮がね、サクサクって崩れるんですよ。マジでうまいなこれ。うまっ。今日の優勝これ。優勝っすか。うん、今日の優勝間違いなく、俺の中では間違いなく一番だね。もう絶対ね、あのここ来た際にはこれ食べてみてください。メロンパンね、ちょっと肉まんっすよこれ。めちゃくちゃでかいよね。コンビニの 1.5 倍ぐらい、この厚みも含めてあると思うんですけど。確かに。じゃあちょっとこれ中いきますよ。うわ、あ、取れちゃったあ、でもすごいこれ熱いっす。パンパンに熱いよじゃあちょっとこれね、贅沢にあんがいただきます。うわー、具材の味染み出るわ。もう一口噛んだだけでタケノコの食感と香りで、しいたけの香りで、肉汁と、もう全部完璧これマジでうまい。中国ってうまいな全部すごいわ。うん、これ結構ね、皮とかもパサついてないし、なんかもちもち系だね。うん、うまい。だからやっぱもちもちしてるから、皮の甘みとかもこう噛んだ瞬間に広がって美味しい食レポほんとうまいっすね伝わってくるっすわありがとうございます。さすが、やっぱ伊達にやってないっすね。すいません、もう7年目なんでこの仕事。さっき頼んだのがあの奥にあるチャーシューメロンパンなんだけど、それ以外にも肉まんとエッグタルト、この辺りも有名品らしいんだけど、ちょっとさ、食べ歩きながら食べにくいかなと思って注文しなかった。このエビクレープ、これもさ、写真見るとめちゃくちゃうまそうじゃない。うまそう。この皮トゥルントゥルン感、もう写真で伝わるのよ。はいはいはい。横浜中華街歩いてると食べたいもんいっぱいやりすぎて、うんうん、大食いの俺ですらもう食べきれないから、はい、普通の方はさ、もう10回、20回、30回来てやっと食べたいものを食べきれるって感じだよね。確かにそうですね、うんうん、だから相当大人数で来て分けるとか。あ、そうね、もうほんと一口ずつシェアみたいな感じだね。ちょっとエッグタルト俺行こうかな、これ最後だから。これもお店だと結構人気の商品って言ったけど、うまそうよ。もうこれね、音声入れないか分かんないけど、触ってる感じはもうタルトサクサクです。じゃあちょっとタルトいただきます。うん、あー、待って1位更新した。え、待って、めっちゃうまい、めっちゃうまい。食べたい。言葉を失ってるじゃないですか。お得意の食レポお願いしたいです。得意のって言うんじゃねえよもちろんあのお話ししたように、生地はすっごいサクサクなんですけど、このタルトの中の部分、だから噛んだ瞬間もう本当に生クリームかのような溶け出す感じに、味わいに関してはカスタードクリームで卵強めのプリンみたいな感じなんですよ。だからそこの風味とこのとろけ具合で口の中に残るサクサク感、これが全部集まった時にパンチがすごい。もうあの脳みそにうまいってこううまいってすぐに伝達される。なんかもううまい、うまいよこれ。なるほど。いわゆる日本で食べたことあるエッグタルトっていうのは、中なんかもこう生地がしっかりしてるというか、カスタード強めのこう本当にクリームっていうか具材に近いものが多かった気がするんですけど、ここのエッグタルトはね、もう本当にほぼほぼクリームです。もう噛んだ瞬間とろけ出す感じ、これは食べてほしいな。ここのお店外れないですね。
もう全くない。ちょっとマイチンも食う？食べていいですか？うん、めっちゃ食べたい。ちょっとマイチンのこれエッグタルトとミルクティーとで、あとメロンパンと。そっちから行く？こっちから行った方がいい。メロンパンの方がおかずっぽい。エッグタルトはもうデザートだから。これ持ったら分かるよ、持ったら分かるよ。サクサク。そうですね、メロンパンより全然サクサク。サクサク。ちょっとまた熱くないっすよ。5分も経ってるからさ大丈夫よ。熱さは知らないよ、頑張れ。いや、なんか持った感じは熱かったんで。熱かった？いけると思うよ。いけるかな。うん、いただきます。うん、僕あげる。あ、うまい。うまいっしょ。一発で分かる。うまいっしょ。メロンパンの風味めっちゃいいっすね。うん、生地の甘い感じとチャーシューのさ、これなんだろう、香辛料っていうのかな、そこのハーモニーがすごくいいんだよね。うん、いいっすか、エッグタルト。うん、エッグタルトいっちゃって。めちゃくちゃうまいから。うまっ。うまいでしょこれ。クオリティ高いっすね。やばいよね。うまっ、本当にうまっ。あ、うまいわこれ。うん、じゃあただいまですね、こちらエッグタルトで肉まんだったりチャーシューメロンパンもしっかり完食させていただきました。改めて、はい、お疲れ様でした。ごちそうさまです。はい、ということでですね、ただいま撮影を始めてもう1時間半経ちますので、この辺りで今日は終了したいと思います。特にね、中華街食べ歩きでしたので、企画的なものはね決めずにゆったりと食べましたけど、毎日どうでした？いやー、でもなんか新しい発見が多かったですね。そうね、見たことないというかね、ネットで見る情報で出てくるようなものってのはもちろん今日食べたけど、本当にね美味しいものたくさん出会いました。でもちろんね、締めには今日最後ですね。え？2個2個。マンゴーのこれタピオカとね、これタピオカといえばのタロイモです。これを飲んでね、感想で最後今日締めましょうか。タロイモ、じゃあ本日の締めいただきます。うまい。